皆さんこんにちは。サッカーには遺跡がつきものですが、中には禁断の遺跡と呼ばれる同リーグのライバルチームに移籍してしまう選手もいます。そこで今回は禁断の移籍をしてしまった選手、プレミアリーグ編をご紹介していきます。ソル・キャンベル、トッテナム、アーセナル。2001年にトッテナムからアーセナルへの移籍したソル・キャンベル。1992年にトッテナムでプロ選手デビューを果たしたキャンベルは、その後にキャプテンを務め、チームの主力として確固たる地位を築いていました。しかし2001年にノースロンドンダービーで激しい火花を散らす、アーセナルに移籍してしまいます。さらにライバルクラブへの移籍だけなく、移籍金を残さずにトッテナムを去ってしまったために、サポーターは激怒、裏切り者の烙印を押され、激しい非難を受け続けました。今もサポーターはこのキャンベルの行動を許していません。アシュリー・コール、アーセナル、チェルシー。続いてもまたアーセナル絡み。今度はアーセナルから裏切り者と非難される選手です。それは同じロンドン勢のチェルシーへと移籍してしまったアシュリー・コール。アーセナルで FA 杯やリーグ優勝を経験するなど黄金期を過ごしたアシュリー・コールでしたが、2006年にあろうことかライバルクラブのチェルシーへ移籍を決断してしまいます。2006年9月1日の午前中、アーセナルとチェルシーはアシュリー・コールとウィリアム・ギャラスをトレードする契約に合意し、プレミアリーグの歴史上最も論争を引き起こした取引が完了。締め切り日の慌ただしい接触がドラマティックな終わりを迎えたわけですが、さらにその後アシュリー・コールが自伝を発表したことで問題は広がりました。アーセナルは合意していた週給6万ポンドから週給5万5千ポンドへの引き下げを希望したといい、これが2つのクラブが道を違えた瞬間でした。チェルシーはロマン・アブラモビッチの資金により現実の力を高めつつあり、一方でアーセナルは過去の存在になってしまいます。プレミアリーグで最も優れたレフトバックになったアシュリー・コールはチェルシーと共に数々の勝利を達成、誰も止められない存在になりました。契約面などで相応の待遇をされていなかったとされるアシュリー・コールでしたが、この禁断の移籍をサポーターが許すはずがなく、アシュリー・コールがアーセナルとの試合でエミレーツスタジアムに戻ってきた時、サポーターたちは同選手を金の亡者と非難。アシュリー・コールが高額のサラリーを得るためにチェルシーへ移籍したことを皮肉り、ポンド札を持って大きなブーイングを浴びせました。アシュリー・コールがサポーターからたびたびキャッシュリー・コールと呼ばれたのは有名で、当然今もアシュリー・コールはアーセナルサポーターから大きなブーイングを受け続けています。ロビン・ファン・ペルシー、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド。黄金期を終え、最近のアーセナル独特のビジネスモデルはあまり知られていない選手を獲得して価値を上げて売るというものに見えることがあり、ファン・ペルシーはその一人です。2012年、 FW ロビン・ファン・ペルシーと代理人はアーセナルとの会談に臨み、遺跡の制作や運営に関する要求を行ったといいます。哲学は変えられない、アーセナルがそう答えた時、ファン・ペルシーは対談を決めました。怪我の問題を持つ29歳が2400万ポンドで売れ、アーセン・ベンゲル監督はフランス代表 FW オリビエ・ジルと元ドイツ代表 FW ルーカス・ポドルスキを加入させ、アーセナルにとっては良いビジネスにも思えました。しかしファン・ペルシーはマンチェスター・ユナイテッドで26ゴールを決める活躍を見せ、リーグタイトルに導きます。ただこのシーズンはアーセナルもトップ4でフィニッシュし、ベンゲル監督は満足したのかもしれません。しかしサポーターとしてはあまり気持ちの良いものではなかったでしょう。カルロス・テベス、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ。2006年、イラン人の実業家キア・ジューラブシャン氏が率いるメディア・スポーツ・インベストメンツが FW カルロス・テベスと MF ハビエル・マスチェラーノをウェストハムに移籍させ、同クラブの残留に貢献したテベスは2007年、マンチェスター・ユナイテッドへと2年間の期限付き移籍をします。そこでイングランド代表 FW ウェイン・ルーニーとのコンビで大活躍を見せ、多くの賞賛を集めました。しかし後にアレックス・ファーガソン監督との関係は崩壊。2009年にローンが終わるとテベスはマンチェスター・シティと契約します。そして UAE の資本が入り始めていたマンチェスター・シティは
初のプレミアリーグ優勝をもたらすこととなりました。エンゴロカンテ、レスター、チェルシー。レスターとチェルシーは相互に嫌悪感を持っているライバルではありませんが、この取引にはいろいろな文脈があり、それが重要になります。 2015-16 シーズン、レスターに奇跡のプレミアリーグ優勝をもたらしたのは彼であり、このボールダッシュマスターは中盤に前例のないほどのコントロールを追加しました。一方、チェルシーはタイトルを手放してしまった後、アントニオ・コンテ監督の下でチーム再建に着手。そこでカンテは重要なターゲットになりました。レスターはチャンピオンズリーグ出場、タイトル保持を考えるのであれば最高の選手を維持する必要がありました。しかし、カンテがチャンピオンズリーグ出場権のないチェルシーへの移籍願望を見せ、移籍が実現しました。この行動が一部のサポーターからよく思われていないようです。レスターはその後、ナイジェリア代表 MF ウィルフリード・エンディディの獲得でなんとか穴の底は塞げましたが、カンテとの差は歴然でした。ダビド・ルイス、チェルシー、アーセナル。 D ・ルイスはチェルシーに6年間在籍し、 UEFA チャンピオンズリーグやプレミアリーグなど複数のタイトルを獲得。しかし2019年の夏の移籍市場の締め切り日に、同じロンドンに本拠地を置く宿敵アーセナルに移籍しました。当時ダビド・ルイスは移籍に関して、正直に言うと移籍した最初の1週間ぐらいは複雑に感情が入り混じっていた。誰もがチェルシーでの僕のキャリアを知っているからね。クラブ全員とつながりがあった。対談の時には届いた全てのメッセージ、戻ってきてって書かれていた。一緒に朝食を食べたことがある75歳の紳士からは、ここで再び朝食を食べるのを待っているってメッセージも届いたよ。でも僕はアーセナルを強くしたいと思ったからこの決断をした。最初の頃は大変だったけど今は適応しているよと移籍劇を振り返っています。ペトルチェフ、チェルシー、アーセナル。チェコ代表 GK ペトルチェフのチェルシーからアーセナルへの移籍は2015年夏の欧州移籍市場において大きな話題の一つとなりました。契約が残り1年となっていたため、移籍金は1000万ポンドと比較的安価でしたが、同じ町のクラブ間を移籍することはファンを裏切る行為とされるため、移籍直後には SNS で両クラブのファンが賛否の嵐を巻き起こしました。チェフは11年目を迎えたチェルシーでベルギー代表 GK ティボー・クルトワに定位置を奪われたものの、その苦渋の決断に踏み切ったジョゼ・モーリーニョ監督からは、できれば放出したくはないが、するなら海外に移籍してもらいたいとまで言われていました。チェフはアーセナル移籍の決め手について、彼らのアプローチがきちんとしていたのが大きい、最初の交渉で僕はアーセン・ベンゲル監督と話をしたし、そこが他のクラブの交渉とは大きな違いだったと説明。さらに、今の僕はプレーに飢えているし、トロフィー獲得に対するモチベーションやコミットメントは子供の時や10、15年前の若い時と変わらないとして、ベンゲル監督と話し、僕は欧州最高峰に挑む、成功を見据えたチームを見つけたと信じている、アーセナルの方針は僕にとって刺激的なものだったと明かしています。いかがでしたか？今回は禁断の移籍をしてしまった選手、プレミアリーグ編をご紹介していきました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。